自転車競技のロードレースにおけるクライマーは、山岳地域における、長距離の途半を得意とするタイプの選手。グランパー、グランペールなどとも呼ばれる。このタイプには、一般的には小柄で細身の選手が多い。体重の軽さを生かし、重力に逆らいつつ走らなくてはいけない上り坂で活躍する。プロ選手ともなると、その途半能力は桁外れであり、 普通の人間なら押して登ってしまうような激坂でさえ、ロードレーサーで、スイスイと登っていく。その反面、パワーの絶対量では劣るため、空気抵抗に逆らって、長時間平地を高速で走り続けたり、平坦なコースのゴール前で競り合うことは苦手とする。ステージレースでは、平坦ステージや、タイムトライアルでは活躍する機会がないが、身のかるさを生かして、 山岳ステージで活躍する。アシストとしては、主に山岳ステージの上りで、一定ペースで集団を牽引することで、レースにリズムを作り出し、総合優勝を狙うエース選手を引き上げたり、他チームの有力選手に揺さぶりをかけるという重要な役目を務める。グランツールでも、エースとなるような有力クライマーは、山岳賞を狙うほか、 複数の厳しい上りが設定された山岳ステージでは、選手の途半力が、如実に反映され、大きなタイム差がつくことが多いため、そこで勝負を仕掛けて、他の選手たちを大きく引き離し、タイムトライアルでの不利をカバーすることで、総合優勝も獲得しに行く。世界選手権やクラシックレースをはじめとした、ワンデーレースは、 ステージレースに比べて高速で、レースが推移し、滑走距離に占める坂の割合が低いレースが多いため、パワーに劣るクライマーが活躍できる場面は少ないが、多数の長い上り坂が設定された、ジロディ、ロンバルディアや、ヒルクライムレースでは、エースとして活躍する。なお、ランス・アームストロング、アルベルト・コンタドール、クリス・フルームといった選手も結出した、と反力を持ち、 かつ山岳ステージでの優勝も多く経験しているが、彼らはタイムトライアルでも顕著な実績を上げており、クライマーではなくオールラウンダーに分類されることが多い。また、アルフレッド・ビンダ、ファウスとコッピ、G のバルタリも同様にオールラウンダーに分類されることが多い。ありがとうございます。